世の中はいつも変わっているから、頑固者だけが悲しい思いをする。変わらないものを何かに例えて、その度崩れちゃそいつのせいにする。シュプレッコールの波通り過ぎてゆく、変わらない夢を流れに求めて、時の流れを止めて、変わらない夢を見たがる者たちと戦うため。